相模鉄道の客車は、現在の JR 東日本相模線を開業させた、相模鉄道、及び、同車人中線となった、現在の相鉄本線に相当する路線を開業し、後に同車に合併された、陣中鉄道で使用された客車の一覧である。なお、本校において、相模鉄道の表記は、1943年の相模鉄道、陣中鉄道合併以前は、 相模鉄道、または、相模以降は、総鉄とする。1921年の開業に再支払い下げを受けた、1897年三田製作所の木造に、軸車鉄道商派2546.2548で、1.2の2両が在籍。1940年に、番号はそのままで、有害化車は1型に改造され、1943年に、 廃車されている。1926年の厚木延長に備え、汽車会社で製造された、半行性ボギー客車で、1から4の4両が在籍。当時の相模鉄道が、将来の電化を計画していたため、車体窓配置が F3 から 1D16D1 で、側窓は1段窓の、全面貫通系の電車系の車体で、車内は、ロングシート、 吊り革が装備され、床下には、トラス棒を廃し、全消灯の台座も備えていた。1944年の相模線買収により、鉄道小石に編入され、那覇2380から2383となり、結局電車化されることはなかったが、その後1950年代の時点で、新鶴見総車常職員輸送用の職用車、 なや2660.2661となった2両は、推進運転用に全消灯が取り付けられた姿が確認されている。1943年に、記者会社で製造された、半行生、ボギー客車で、オハ11の1両の未在籍。窓配置は、C3D1D9D2 で、側窓は2段窓となり、 また台車も電車用の TR25 を使用するなど、ホイチ系同様車内は、ロングシート、吊りカーが装備された、電車系の車体ながら、一層電車に近い形状となった。ホイチ系同様買収対象となり、鉄道小席に編入され、ホイチ系の続番である、那覇2384となった。ホイチ系同様電車化されることはなかった。神中鉄道3号蒸気機関車。 後ろの客車が、波24。1926年の開業に再資産型蒸気、機関車と共に、汽車会社で製造された、ダブルルーフの木造二軸客車。二等車の路10系10から12、三等車の波20系、20から24、三等関級車の不破50系50.51の三形式軽重量が在籍した。私鉄で、 数が多くない二等車を導入したことは特筆されるが、その二等車の路重型は、開業3年目の1928年に10.11、が半出三等車化される波重計10.11となり、さらに1931年には二等車を廃して三等間9車、ハフ 100K101.102 となった。また、唯一二等車のまま残った12も同年、ガソリンエンジンが取り付けられ、 起動車化され、起ハ 20K20 となった。1938年に20から23.51が夕張鉄道へ上渡され、同車線ではハ 20K4 両は人中時代と同一形式、同一番号となったが、51はハ 60K60 と改版された。24.50101.10には総鉄へ引き継がれたが、 1949年に24が参議鉄道へ、派10系2両、補派200とともに上とされ、派付10系16となり、50.10100には、上層筑波鉄道へ上とされた。派24の後ろ身である、参議鉄道派付16は、参議線で使用されたが、1959年の模派120、系、区派210系電車導入により、 は11.12の後ろ身である、はふ14.15ともども、別府鉄道へ譲渡され、は府7となり土山線で、使用された。1984年の同車線配線により、廃車となり、保存のため相鉄へ譲渡され、は24に、復元の上3号蒸気機関車と、ペアでもは6001.6021、トフ400とともに、柏大好機書で保存されている。 1939年にガソリンカーのキハ10型からエンジン、運転台を撤去したもので10.11の2両が在籍した。形式は肌が手ブレーキが残されていたため実質的にハフであり、また現車もハフの表記であった。相模、神中合併直前の1943年3月に払い下げを受けた鉄道省・ほはゆ3315で、 1899年、東京車両工業製の木造ダブルルーフ、オープンデッキ付きのボギー客車。200の一両のみ在籍。譲り受け後に車体を改造し、客用窓が1段窓から2段窓に、屋根がダブルルーフからシングルルーフに変更され、またデッキのない密閉式となっている。1949年に、80.1124と共に、 三義鉄道二乗とされ、歩破布200系201となったが、1953年に日本系金属二乗とされ、神原工場専用鉄道の通勤輸送用客車となった。燃料事情の悪化などから、1944年にディーゼルカーのキハ50型からエンジンや運転台を撤去したもので、50.52から54の4両が在籍した。 鉄道省鉄道統計資料対象10年度デジタルコレクション客車略図形式 2539ABE- の前はつま面の形状、あとは側面の形状。数字は窓の数、D は客用扉 AB 藤田 2007P34 から37おかしな荷物電車牽引車、事業用通勤車として使用された車両、久保里市。 鉄道ともの開会法師、レイルファン通貫679号収録。日本系金属は、戦時中にも、旧相模の機動車キハ1系、キハ10型を、カンバラ工場の通勤輸送用客車として、譲り受けしている。ありがとうございます。